どうもどうもだからどうもに野菜を食べちゃうどうも文人でしたけどね。そう、普段野菜って意外とね、こうまあ家族で買えば野菜とかってこうまあ買ってもいいじゃないですか。たくさん、まあ、大体野菜ってたくさん買っちゃう、一束とか買っちゃうじゃないですか。こういろいろ人参とかも一個とか。でも一人暮らしだとね、こう全部食い切るまでにね、腐っちゃったりとかするじゃないですかね。で、例えばかといってじゃあ人参買ったら、じゃあこれ今日一日人参って、俺は馬じゃないんだよ、馬じゃないね。人参ずっと、人参買ったらずっと人参食ってるわけにはいかないじゃないですか。あ、人参なんてもうこれだけだったらもうちょこっとだけですし、大根だってちょこっとです。大根なんか買っちゃったら大変なことになるよね、これ一本買っちゃったら。うん、毎日もうあれじゃん、もう全部料理の内容がもう大根、もう大根おろしからね、なんだ、もう大根足からもう全て朝から晩までもう大根、それでも余っちゃう、腐っちゃう、だからそういう問題をね解決するね商品を見つけちゃった、そして買っちゃった、それがこれだ、バーン、野菜スープ。そう、この野菜スープのすごいところはね、このようにパッキングされてるから長持ち、ね、賞味期限はね20年12月16日だから、まだまだ先まで。そうだから普通の野菜とかだったらもう1週間とか持たないじゃないですか。もうしなしなになったり腐ったり変な匂いしたりカビたり、でもそれはない、なぜならパッキングされてるからね。もうすげえ、もう1年とは言わない、結構持つよね。でこれがね、しかもね、5食分これ5個入っててね、333円とか1個100円もしないよね。まなんか計算してみて安いからね。これは333円でね、なんだ5個入ってるから、まあだいたい100円以上で安い、もっと安いっていうことです。というわけでね、そうで早速ね、じゃあこいつね作って食べたいと思います。もう熱々のお湯を用意してね、こう湯気見える、湯気見えるかな、こうね、熱々の湯にね、これをね、こうもうちょっとね、初め作ろうと思ったけど、やっぱこういう中こういう感じになってるの見せた方がいいかなと思って、こういう感じになってます。はい、なんかこう圧縮されてるんで、ギューって、俺の螺旋岩みたいな、こう螺旋岩も多分いろんなものを、野菜をギューって圧縮してバーって敵にこうガーっていう、まあ螺旋岩ってナルトだけどね、今はもう連載終了しちゃって、やってないけど、まあこうギューって感じね。どうやって作ったかわかんないけど、まあギューって圧縮されて、いろんな野菜が入ってますね。何が入ってるかっていうのは多分ここに書いてあるんでね、なんか読むのめんどくさいんで、こう表示するんでね、画面を一瞬止めてね、ここのところに何が入ってるかって書いてあるんでね、読んでみるといいと思います。何これ、まあキャベツとか玉ねぎとかいろいろな野菜が入ってます。人参も入ってるよ。あ人参あるね、これ人参。というわけでね、これをねここに落とし込んでね、溶かし込んでね、で食べます。落とすぜ、イエーイ。あっつっつっ、あそう、お湯が飛び散るんでね、そーっと落としてください。あで、これ溶けてる様子見たいよね。見せます、特別に見せちゃうよ。俺だけこうやって見てもしょうがないからね。こうだ、イエーイ、今こういう状態です。でね、この箸を使ってね、これはこう今圧縮されたやつが溶いてきた、溶けてきた、いやー、来た来た、ほらもう野菜スープね。こんな野菜以外にもなんか卵っぽいものも入ってるよね。だからなんとね、こうすごい炭水化物とね、野菜がね、同時に味わえちゃうっつね、そういうやつですね。はーい、これがまたすごいんだってね。野菜だけだと思ったら、この100円よりも安いこの1パックの中に卵って書いてあった、これ卵、ああそう、チキンエキス入ってるから、あ、鶏卵あるね。だからもう炭水化物はないね、これ炭水化物はないね。だからね、まあご飯、あとこれでご飯ありゃもうね、もう飯は完璧な飯になるよね。というわけでね、これうまそう、食ってみるかね。ああ、いいスープの香りだね。でこれね、俺絶対うまいと思うんだよ、これ絶対うまいね。なんで絶対うまいんだってわかるんだよって
画面の向こうのお前ら思ってましたけど、俺はわかるんだよ。なぜかというともうこれね、食ったから。ねえ、わかるでしょ。5個入りのうちのもう、ねえ、4個しかなかったってことは、1個食ったんだよ。そしてうまかった。そしてもう一回その味をね、もう一度ね、味わうんだぜ。いいだろ。じゃあまずはスープからいただいちゃおうかな。うん。ああ、うめえ。うめえね。すごい優しい味だね。すごい濃くはないけどね。逆にこの薄さがね、疲れてる時にね。いいね。何味なんだろう、これ。スーパー味？スーパー味、わかんねえ。何味って書いてある？まあ、野菜スーパー味なんだ。あ、野菜の旨味が、なんだ？たっぷりの中華風スープです。そう。中華風って言われば確かに、この味はよく、ラーメン屋とか中華料理屋で出されるスープの味に、まあ、近いかなって感じだね。うん。あとはね、野菜もいろいろ食っちゃうかな。うん、うまい。いろいろ入ってるね。こう見えるこれ。これはなんだ？これはキャベツだよね。で、これ人参もあるし、ネギもあるし、卵もさっき言ったね、いろいろあるんでね。何種類入ってんのこれ。すごいね。野菜なんてこれ、ね、さっき言ったように丸ごと買うともう、ね、こんなになっちゃうじゃん。何種類これ。5、6種類ぐらい入ってね、なんか。うん、この5、6種類、あ、6種の野菜って書いてある。ねえ、これ、人参とか、これ、ピーマンとか、ねえ、あ、こう書いてあるよ、こう。これらをね、普通に個別で八百屋で買ったら、こんななっちゃってさ、一人でこれ、もう腹いっぱいになっても、野菜だけで腹いっぱいになるけど、余っちゃう。でも、これだとね、6種類の野菜をね、同時にね、味わえちゃうってね、ほんとすごいなって俺は思ったんだよね。というわけでね、これね、そう、売ってるんでね、これを見つけ出してね、買うとね、みんなも、画面の向こうのみんなも買ってね、これ食うといいと思います。というわけでね、これね、この後もね、この野菜スープね、まだいっぱいあるんでね、他のやつはね、明日のこれ朝飯かな。で、これ、昼飯かなって感じでね。他の野菜スープもね、これからね、じっくりとね、味わっていこうと思うんでね。この動画はね、これくらいにしたいと思います。はい。いや、これ、あ、絶対美味しいって、あ、美味しいって言ったよね。中華風、言って美味しい、絶対美味しい。じゃあ、この動画はね、これをね、あとゆっくり飲んで食ってね、味わうんでね、この動画はこれくらいにしたいと思います。それでは、野菜。今日は新野菜、夜の祭り。